滝の内側に回って世の中を見たらどんな色が見えるだろうというそういうイマジネーションが生んでいくわけです。秋の色が滝を通して見えると、世の中はこう色彩に満ちていると、自分の絵の具箱を開けて整理してたら、こんなにいっぱい使ってない美しい絵の具があって、それ全部並べてみようと、どんな色の組み合わせでも必ずハーモニーを奏でることができると。ニューヨークを拠点に制作を続ける日本画家の千住博さん、自然を見つめその意味を深く考察しながら描いた滝や崖の作品で世界的に知られています。1995年のベネツィア・ビエンナーレにザ・フォールを出品し、東洋人として初めて名誉賞を受賞。また2020年に和歌山県にある世界遺産高野山金剛峯寺に襖絵を奉納するなど、日本国内外で広く活躍しています。そんな千住さんに、新作発表の個展が行われているニューヨークのサンダラム・タゴールギャラリーでお話を伺いました。明けましておめでとうございます。千住博です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。白黒のモノトーンで滝を描き続けてきた千住さんが、今回の個展では色鮮やかな作品を発表しています。一体どのような心境の変化があったのでしょうか。芸術って何かって話なんですよ。で、芸術っていうのを本当に分かりやすく簡単に言うと、その時代その時代の世の中のなんかこう欠落であるとか足りないものとか、そういうものを見つけ出して、そしてそれを補完して、そして本来あるべき姿を示していくっていう、これが私は芸術の役割だと思ってるんです。で、例えばルノアールとかモネっていうと、明るくて光が差し込んでこう暖かくて、でもあの時代ってご存知のように20世紀初頭のね、まさに戦争の時代なんですね。第一次世界大戦で、それの前の内戦や革命や、非常に暗くて閉塞感のある時代だったわけですね。今のこの時代、コロナですね、とてもそのもう陰鬱で非常に厳しい時代ですよね。今までは滝を描いても自然の側から滝を見てたんですね。ですから滝の背景は割と黒い崖だったんですね。でもその時にふとね、滝の裏側に回って滝の方から世の中を見てみようと思ったんですね。で、秋には秋、冬には冬の素晴らしい美しい色に囲まれていると、ね、この世の中は色に満ちていると、これこそがね、今の世の中に欠落をしてしまいつつあるものではないかなと私はすごく思ったんですね。で、それを作品にしたのがこの今回のこの作品です。コロナ禍だからこそ完成した色鮮やかな作品、ウォーターフォールオンカラーズ。実はそこにはもう一つ隠れた理由がありました。私は2021年で63歳なんですね。と、私の小学校の友達はみんなもう身の回りを整理するとかね、就活とか言い始めてて、で、そういうことならね、私も自分の絵の具箱を整理してみようかと思ったら、使ってない色がこんなにあったんですよ。だからそれを並べたら不思議と素晴らしいハーモニーができたと私は思ったんですね。で、それをこうやって皆様にお見せして、どうでしょうって、僕今までこんなに使ってなかった色があるんですよっていう。世界的に活躍する千住さん、画家になろうと決意したのはどんな理由だったのでしょうか。私はですね、おっちょこちょいでね、自転車ごとドブに落ちて母に自転車ごとホースで洗われたりとかですね、そういう情けない男の子でしたね。高校を卒業するぐらいに、今私の描いているこの、素材は日本画の絵の具を使ってるんですけども、この素材を目にして素晴らしいと、これ宝石だと。でも宝石ってそういうほらダイヤモンドとかってんじゃなくて、もう足元にあるこの石ね、なんだこんな小石って言ってる、これ全部宝石と同じ、一体これ何年歴史がかかってんの、何億年何十億年かかって今私たちの足元に来たんだろうと、私たちはもう宝石の上に生きてるんじゃないかと、この足元の天然の岩を絵の具として使う、そういうルーツのあるこの日本画と言われることは、これ素晴らしいことじゃないかと私は思ったんです。それでもう
どうしてもこれをやりたいと。しかし私がおちょこちょいであることは私の両親はよく分かってますから、ヒロシ何をバカなこと言ってんのと、そんなこと言ってないで勉強しなさいっていうのが最初に言われた言葉です。千住さんの代表作となっている滝の作品、そもそもなぜ滝を描こうと思ったのでしょうか。やっぱなかなか自分の本当のテーマって何かなっていうのがこう出会うことがなかなか難しくてね、何を描いても何を描いてもどうだろうなと思いながらずっと描いている、そういう20代30代だったんですね。風景とか野生の動物とかを描きながら何かもう一つ違うなと思いながらずっと、まあ、自分のテーマを追い続けてた時にいつも背景には滝があったんですよ。ただこの滝というのはずっと動いてるからもうこんなもの難しくて描けないだろうと、スケッチをしようと思ったんで、だって相手動いてるんですもん、さあ描こうと思ったらもう落ちちゃってるわけですよね。ところが30代の半ば前ぐらいにどうしてもやっぱり滝が美しい、なんとかしてこれをもう掴みたいとこう思ったんですね。その時に本格的に滝をスケッチ してみようと思ったんです。これはハワイ島のことなんですね。でもう本当に素晴らしいいくつかの滝があるんです。でそこに行って滝をスケッチしてみようとも決意したんですね。それでもう道がないようなところまで行って不思議と滝がスケッチできることが気がついたんです。なぜかというと水ってせいぜいこのぐらいのスピードで落ちるんですよ。ということはですね、こうやって見るとですね、滝の形がこう止まったままこう見えるんですよね。私の能力から言ったらもうこんなもん絶対無理だと思ってたものを描けるかもしれない。でそうやって考えてみると滝って何かっていうと、要するにあれ流れ続けてるのは水であると同時に時間なんですよね。ざーっとこう流れてってしまう滝がすごくそれを暗示してるんじゃないかという、まず時間だというふうに思ったんです。でもう一つは遠いところから来て遠いところに流れていく、それもずっとこう、まあ、絶え間なく、つまり空間なんですよね。つまり時間と空間に対してのあるこの問いかけなんじゃないかと思ったんですよ。それでずっと追いかけてこの滝だけを描き続けてということが私のそこから先何十年も続いているという、そういう形ですね。落下、堕落、そして滝を意味するフォール、あの代表作には千住さんが込めたたくさんの思いが詰まっているようです。私が出品をさせていただいた1995年のベネチアビエンナーレというのはまさにそのベネチアビエンナーレ創立100周年だったんですね。で西洋文化の根幹を問うというような大きなテーマがあったんです。ザ・フォールという言葉が初めて出てきたのは旧約聖書なんですね。私はザ・フォールというまさに落下というタイトルの作品を描くことによって文明のね作り出した功罪、しかしそれが美しくもあるというところが人間の困ったところだというようなところを、まあ、表そうと思ったようなところがあるんですね。ところが一方でですね、初めてナイアガラの滝を発見した宣教師は神とはこのことだと言ったんですよ。つまり光が落ちてくると、そしてまた世界中さまざまな場所で滝というのは神そのものであると言われている、そういう滝もいっぱいあるわけですね。アンドレ・マルローが日本に来て那智の滝を見て、ここに神が宿っているのではないと、これが神だというわけですよね。ですから人間の中にはそのさまざまな多様性に満ちた矛盾をはらんでいる、これが人間なんですよ。ですからこの滝の作品に関しても綺麗な形だけじゃなくて想定外に流れていってしまったものや何か単調なものとか全てを受け入れるんですね。私自身が自分の作品から教えられる、それは美だけで組み立てたものなんていうものは大したものじゃないと、そうじゃなくてその中に汚いところやうまくいってないところ、失敗もそれからごまかしも取り繕いも全部ひっくるめてそこに秩序を与えていくこと、人間って不完全なもの、不完全な人間が不完全な夢を見て不完全なもので不完全に満足する、これが人間なんですよ。そしてそれが芸術なんですよ。90年代に渡米した千住さん、新しい地で気づいたのは日本では見えなかったことだったといいます。何もアメリカに来てね、まあこういう言い方もストレートすぎるかもしれませんけど一旗あげようと思ってきたわけじゃないんですよ。そうじゃなくて私は日本文化がとても好きなんです。そして日本のさまざまな文化の流れというものをとても、まあ、尊敬をしているんです。
そういう中で日本から離れて日本を客観的に見てみたいと思ったんですね。世界の中で日本文化って一体どう見えるんだろう。日本から離れて初めて日本が見える。世界の文化の中心がニューヨークでものすごくレベルの高い画家たちアーティストたちがひしめき合っている。その画廊街を回ってなんてすごい才能のある人たちがいるんだろうということもびっくりしましたし、また例えばメトロポリタン美術館とかさまざまな美術館に行って日本美術を見てなんて素晴らしいんだろうと。これはもう静けさそのものが美だなと。そしてまさにその光と影で言うならば影そのものも美だなと。全く違う異国の中に場を転換して自分を見たときに私にあるものは何か、私たちのバックグラウンドにはこんな素晴らしい日本の文化があった。そういうものを考えながらあっという間に30年近い日々が経ってしまったんですよね。 It's not necessarily about visually articulating the perfect detail of the scene. It's about communicating the feeling. Something that's restrained but overwhelming, you have something that's powerful and peaceful at the same time.コロナ禍でデジタル化が一気に進んだ今、これからの芸術にとって大事な要素とは。今回のこの、パンデミックによってね、一気にデジタル社会がオンライン社会がもうぐっと急速に実現してしまったんですね。未来というものがデジタル社会だとして今私たちの中にとても不完全な形で入ってきてしまってるんですね。で、実はデジタルって結局のところ視覚と聴覚以外何も伝わらないんですよ。逡巡とかためらいとかその試行錯誤のそのプロセスとかそういうことも伝わらない、結果だけですよね。やっぱこれからの芸術の役割というのはデジタルでは表現できないことは何か。そういった時に例えば私がとても注目したのは木の彫刻、石の彫刻もそうですね。一回削ってしまったら元に戻らないんですよ。でそこで自分の失敗を受け入れながらその次に手を打っていくっていうね、これが人間の文明だったと思うんですね。しかしデジタルや AI っていうのは成功例だけで組み立てますでしょう。結局それは人間の心とどんどん離れていってしまう。例えば油で言ったら絵の具が盛り上がってる、これはもう計らずも盛り上がってしまった自分の気持ちの表れなわけですよね。意図的にそこだけ絵の具盛り上げるなんてやるとつまんないものになるじゃないですか。こういうものの価値っていうものが再評価される時代がこれから来ると思うんですね。ですからこういうふうなパンデミックがやっぱりより人間的なものって何かってことを教えてくれたんだと思うんですね。つまり人間って儚いほど命の脆い存在だってことを私たちはもう思い知らされたじゃないですか、今回のコロナで。2021年の11月からですね、シカゴ美術館で個展を開催をしているんです。で本来ならば去年やってるはずの展覧会だった、パンデミックで全部が中止になってしまって伸びに伸びてこのニューヨークの展覧会と日にちが重なって、スタートしたと、そういう展覧会をやってるんですね。やっぱり私がいろいろ思いますのはコツコツ続けていくこと、そこがいつか日の目を見るということがですねを信じて月日を過ごしてたら、私の場合はあっという間にこのそれは私なりにやっぱりこのコロナ禍は厳しくて辛い日々ですよ。それは私も同じ人間ですから。でもこういう夢を持つことの大切さですね、その夢に向かって生きていくということができる毎日を過ごすことはとても幸せだったと思いますね。